こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は今ドラムで叩いたものを譜面にしたいというドラムの譜面ってやつですね。普通の譜面よりちょっと特殊な書き方をするので、ちょっとずつ覚えていっていただければいいと思いますが、今日はね、ボサノバをやると、まあこの3つだけの音符でいける、これだけの組み合わせで全部書けるので、こういう風にしてみました。127っていうのはなんで7なんだっていうのは、12で僕の音符のリストっていうのは16個あって、その中の7番目になるんですけど、1、2と2のここがお休みになっているものなんですね。なのでこの3つだけでかけていくので、まあルールさえ覚えてしまえば音の記号化なので簡単にできると思います。それではやっていきますね。はい、まずは、ドラムはヘ音記号というのをこういうのを使います。ヘ音記号というのは何かというとですね、ここがハニホヘのファになるんですね。でトーン記号って皆さん聞いたことあると思いますが、ハニホヘトーでソがここになるという風な記号なんですね。はい、この2つですね、これピアノの2段譜になると、右手がメロディー、こっちがメロディーを担当するので、こっちがリズムを担当することが多いです。それだけの話です。ここにもメロディー書くけどね。だからリズムの譜面ということで、ここにヘ音記号を書きます。書き方としてはさっき書いたとこみたいに、上から2段目の線からピューって書いて、くるっと書いて、点々を書いてあげましょう。これがヘ音記号です。でこの次の C って何かって、これ4分の4拍子という意味ですね。4分の4拍子ですね。でここは、まあ、その四分音符が4個入って1小節ですよという意味なので、もう最初にこう書く基本になります。で3拍子だと4分の3拍子とか、こう2分のっていうのはどれを選べばいいのかっていうのは、ちょっと難しい話なので、ここら辺置いときます。ちなみにこのボサノバだと本当はC の半分で、これ2分の2で書くことがすごく多いですね。こういう風にした方がボサノバって分かりやすいですが、今日はあえて4分の4で書いてみました。4分音符が4個で1小節になりますですね。そうすると8分音符っていうのは、これの8分音符ってこの旗が1個つくとね、で旗はちなみに下に生やすと風がこっちに並ぶ、こう吹いているので、旗は後ろにたなびきます。いいですね。そうやって覚えてください。2つ以上になってくると、旗をこうやって結んじゃうことができる。でね、キュッて結べると。で、2つ以上。これ何個まで結んでいいかって言ったら、最大6個までというふうに言われてます。なんでかっていうと、これと3ってわかるじゃん。はい、これ何本ですかって言われたら分かりにくいでしょ。でもこれってさ、ここを消しちゃえば、44で8じゃないですか。人間って一瞬でパッて見ると4から最大6って言われてるんですね。なのでパッてこれを見ると数えなくても8っていうのがすぐなんかわかるじゃないですか。なのでこういうふうに6個になってくるとちょっとわかりづらい、数えなきゃいけなくなるんで、まあ、4から6の間で結んでください。なのでここはね、開けとかなきゃいけないんですよっていうことですね。で8分音符っていうのはだいたいこう1拍ずつにこうなるの でドラムに関してはここにこの金物系シンバルって言われるやつは全部ペケで書きます。なのでこういう風ね、2個ずつで書いてもいいけど、まあ、まとめるんだったら4個ずつでまとめるといいんじゃないかってことで、ハイハットでチッ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 って叩いてます。で左手でこうスネアを叩くときは上から2段目に書きますね。なのでここに書く予定なんですが、こうやってカツカツってやって、あれをリムショットと言います。なのでこうやって三角で書く人もいるんだけど、僕の場合はその三角で書くとちょっとこの三角と丸って分かりにくいじゃん。なんかなので R でリムショットの R を取ってリムって書いてます。ツッタッツッタッツで、リムがハイハットに対して、これハイハットね、上にハイハット、こうやって書いたらシンバル何を叩いてもいいんだけど、上に指示がこういう風にあると、あ、これハイハットだなっていう風にね、こっち側のドラムの左側にある、この踏むとパカパカ開くやつですね、あれをこう閉じて叩くのがハイハットと言います。でこれね、こういう風にピッ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 っていう風に書いていくと、ツッツッタッツッツ、これ8ビートと違って1個ずれるので、ツッツッタッツッツッタッツッツ、もう太鼓の達人と一緒です。こうやって順番にやっていけばいいと。で、バスドラムはですね、足で、手で叩くものは手で叩くもので4拍なければいけないです。足で叩くものは足だけで4拍なきゃいけないですね。そうするとドン、ウ、ド、ドン、ウ、ドなので、ドン、チ、ド、1と7を交互に書いて、で下に生やすから旗はこっちにたなびかせて、
こっちにたなびかせてこのようになります。それでこれね、そしたら2小節目はカツツタツツタツになるので、僕こんな順番で書いちゃいます。ペケはなくてもいいかもしれないですね。もう全部一緒なんで。ということで、この最初のパターンが、これが完成したというわけですね。ドラムの場合は繰り返しになります。一番最初のこの丸、これは何かというと、このクラッシュシンバル、クラッシュをジャーンって叩くときは、まあ、音が伸びるので、こう丸でこうピュッて囲ってあげるっていうのがすごく多いですね。でこういう風にしてあげると、ここクラッシュシンバルで、あとはハイハットで叩いてると。で同じことをやると、そうすると、まあクラッシュシンバルっていうのは曲の初めに叩くので、まあどうしてもここに指定したかったらこうやって叩けばいいんですけど、基本的にはクラッシュシンバルって書かなくてもいいぐらいなんですよ。なのでここなくても曲の始まりにはクラッシュ叩くので、二重線をまたぐときにクラッシュを叩くっていうのが基本的な、ルールになっています。なのでこういうふうにする。でこれは2小節をこのまま同じこと書いてもいいけど、同じこと書いていったらなんか違うのかなって思っちゃうから、同じことを繰り返してねって言ったらこの方ね。でこれ1小節だと1本線で点々、2小節だと2本線で点々っていう風にやってあげると、この2小節になります。そしたら2段目ね、2段目は今度は、こっちのシンバル、要は、ドラムでいうと右側のシンバルに移りました。そうすると同じことだけどライドシンバルね、ライドって書いてあげるライドシンバルになります。ただしライドシンバルに関しては、人によってはですね、こう線1本上に上げてあげて、こういう風に書く人もいます。でこうやって書いてもらってもいいですが、これをクラッシュだと思ってる人もいるので、これはもうお約束事なので、どちらで書いても分かればいいって感じですね。クラッシュに行って同じリズムパターンですよ。なので、で足でね、ハイハットを踏む場合は左足のハイハットを踏んで音出してる、踏むときは下に生やさなきゃいけないんですね。一番最後の間のとこがバスドラムで、でこの線の次のこの上のところにここペケを書くのがハイハット、これが一番表記的には多いですね。ドッドチドで足でちゃんと4拍、さっきの場合は、1拍半拍お休み半拍ね、で1拍半拍お休み半拍で書いてました。で今度はここハイハットがあるので、ここは休符がなくなってハイハットの代わりになったってことね。でこれで、ツッツッタ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 と、こういう風にだんだん雑になってきましたね。でもペケやるのやめときますね。そうするとこれで、でそうするとここにフィルインが入るんですね。フィルインはタタンタジャンジャンという風に、これはなんかちょっと生徒さんに書いてもらった譜面なんですけど、こういう風にね。そしたらここまではツッツッタツって書けばいいんだけど、これめんどくさいし、まあ、同じようなリズムを埋めてちょうだいっていう意味でこれスラッシュと言います。そしたらこれはここの部分は拍はこういう風にね、その間はバスドラの休符とかもなくてよくて、この2小この2拍はこれのこのままの続きでこれが来るんですよ。でここで変化が起こるので変化だけを書いていく、タタンタジャンジャンで、タタンで最後、ここ実際ここ最後クラッシュしてましたね。こういう風ですね。これでこの8小節の起伏は OK ということなんですね。ただそのこれ書いてもらったんですけど、タタンタ、まあ、要はこれですね、ここはこれと同じですよっていうことですね。だけどこれいちいち書くの大変だからこのようにしましたよということですね。でこのね、上の段ね、でこのタタンタっていうのがこのシンバルに行くと、これが裏から表へつながった方がいいので、ここまでをサンバボサノバにしておいて、こっからフィルインが来て、裏から表までっていうのがジャズ、ボサノバ、サンバ、こうジャズ的な音楽がすごい特徴なんですが、裏から表だから、このフレーズは表からずっとここに来て、手前によくフィルイン入れるでしょ。フィルインっていうのはこの一番頭にフィルイン入れるのは、フィルインは裏から表、クラッシュへ、でクラッシュから裏からずっとこうリズムが入ってきて、で裏から表までリズムが来るとね。でフィルインが裏から表まで来て、ジャンジャンの決めをタッジャンの決めにしてあげて、でトントンってハイタム叩いてクラッシュするっていうの方が、滑らかですよねということで、この下の段だけちょっと叩いてみるので聞いてみてください。
はい、というわけでね、こっちが、まあこれはもう僕の長いことやって感覚で、最初は分からなかったら分からないで全然いいんですけど、表から始めて表に行くよりかは、表までつなげて裏から表、裏から表につながっていった方が滑らかですよねっていうのを分かった方は、そういうふうに、フレーズを作っていくといいですよっていうお話でございました。それではですね、今みたいな形でリズムを書いていってもらうのを、僕はブログの方に答えを書いておきますので、今から叩くリズムを、8小節を自分で書いてみて、で答え合わせをぜひしてください。でどうしても分からなかったら、僕のブログの方からメールで、なんでここが違うんですかとかっていうのをしてもらうと結構面白いかなと思います。でやっぱりこう聞いてやるだけだと、どうしてもこうインプットって言ってそんなされない、大体その脳科学的に言うと、ただ聞いてるだけだと2割ぐらいしか入ってこないって言われてるんですね。で実際自分もワークをやってみて、で間違いとかを直すと8割ぐらい残るって言われてるんですね。なので必ず聞いたことをそのままパッて流してしまうんではなくて、まあ、この問題をやってみて、聞いてみて、自分で聞き取ってみて、あこうやって叩いてるのはこうじゃないかなって書いてみて、でそれを自分で書いたものを実際答え合わせして、もうこれだけでかなりやっぱ残り7割残っていくと思う。それでさらに答え合わせとかして8割9割で、それを繰り返すことによってどん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 定着していくので、なんとなくぼーって聞いて、あーなるほどなるほど、いいこと言ってんなぐらいだと、なかなかこうインプットされないんですね。なのでインプットして自分のものにしていくためには、ぜひこういうふうに、なんかこうワークをやってみて、実際試してみて、何も見ずやってみて、で分からないところをポッて見たら、ああそういうことかっていうところで、ぜひインプットしてあなたの中に入れていただけたらと思います。では、最後にこれを見ていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。宿題ぜひやってみてくださいね。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。